昭和西暦2000X 年、音楽業界史上最も氷河期と言える時代。社会が悪いのか、曲が悪いのか、 CD は全く売れず、いわゆるアイドル戦国制の幕開けである。それに伴い古き良きビジュアル系の文化は減り、化粧落としキラキラ系などと呼ばれ、お茶の間ではホストの V 系の区別がつかないほどであった。そんな逆光には負けず、己を信じ戦い続ける4人の音楽戦士たちの物語、第3話、本命になれなくて。ピンク、お色気ピンク、ツインテタンとドラムの前。